こんにちは、チルチル。商業 BL レビューサイト、チルチル記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、新刊発売記念、夏目和希先生の作品を振り返る。イエーイ、やった、はい、もう大好きな、はい、大好きな、待っていた夏目和希先生の新刊が、はい、ヒズリトルアンバーね、上下巻で先日発売されまして、そうですね、4年ぶりの新刊ということで、はい、ね、我々読んで今もうそれなんですよ、はい、心の中がそれでいっぱい。そうですね、もうということでね、今回はもうこの新刊を記念して、はい、今までの夏目和希先生の作品をですね、うんうん、一気にちょっと振り返っていきたいなと思っておりますので、はいはい、でこの振り返りつつもね、もちろん新刊の話もして、はい、ちょっと皆さんと一緒に感想を共有できたらなと思っております。それではやっていきましょう。それではまず1作品目はこちらです。はい、I Hate です。こちら先生のデビュー作になっております。デビューコミックスでこれっていう、正直衝撃的な作品ではあるんですが、こう、まあ、タイトルにあります通り、なんかお互いのことを全然素直に好きみたいに言えない方々がすごい出てくるんですよ、はいはいはい、表紙にいるお二人もそうですし、まあ、もう一組もいたりして、うん、ちょっと読んでて、なんか夏目和希先生の、私は他の作品から知ったので、他の読んでからこれを読むと、なんかすごいこれが現役みたいな感じがして、すごい濃かったです。はいはい、夏目先生のもう、あ、これ先生っぽい読みたかったやつみたいなのが詰まってて、なんかデビュー作でこれのこれっていう凄さも思いますし、でもデビュー作だからこそなんか放出されてる感じがすごくって、まあ、なんか簡単にあらすじだけ言いますと、もともと高校時代になんかキスだけをする、なんかキスフレみたいな関係だった2人が、で大きくなってからもそのまま2人があって、もこの昔の関係、キスフレっていうちょっといびつというか、付き合ってるわけでも、でも友人なのかなみたいな、そこも超えてるようなちょっと微妙な、本当にキスフレって名前のが合ってしまう関係っていうのが、大人になってもなんかもう思い出としてなんか消化しきれないままずっと残っていてっていう、だけど片方はすごいそれを気にしてるけど、もう片方は意外と平然そうに見えたりしてっていう、うわー、かき乱されますね。それは分かんないんですよ本当に、はいはい、なんか本当年齢的には大人の恋だと思うんですけど、でももう中身はずっと子供時代というか高校時代のことを、はいはいはい、まあ、ちょっとあのわだかまりとして残っていてみたいな形なので、結構過去時代もすごい重要になりますし、でも今こんな感じになっちゃってるんだこの2人っていう、で今後どうなるんだっていうハラハラもありましたし、まあ1冊であの完結してるものにはなるんですけど、すごい一冊での満足度がちょっととんでもなく高かったので、はい、他の作品読まれてちょっとまだこちら読まれてないって方いらっしゃったら、もうぜひぜひ読んでみてください。2作品目はこちらです。はい、モッツです。わ、はい、こちらの作品で夏目先生を、うんうん、こう知った方も多いのかなと思うんですけど、まさに私そうでしたねこのモッツっていうのものがすごく作品としてまあ有名ですし、はいはい、どうやらすごく濃いというか、はいはい、もう、はい、深い話のようだというのは噂で聞いておりまして、はい、で実際読んだら、やっぱりちょっと世界観自体もすごい、はい、まあ、ちょっとディープめな感じもしますし、うん、でも出てくるキャラクターがね、なんか愛おしくなってくるんですよね。そうですね、ちょっとこう過去にね、うん、傷というか、そうでした、トラウマ抱えながらもやっぱ愛さずにはいられない人たち、うん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 、皆様なんか受けの子が、まあ、デリヘルで働いてるシロ君っていうのがいて、で攻めの方がそのシロ君の付き人みたいな、すごい面倒見のいい、攻めがいたりして、まあ他にもキャラが出てきたり、うんうん、なんか他のキャラクターも結構濃かったりして、もっと読みながら世界観全体がすごい気になる状態でしたし、でもこの二人にはなんか絶対に幸せになってほしいって本当に願いながら読みましたね。で、あの厚み的にもまああるんですけど、はい、この厚みの通り作品もなんか本当に深くて、私は結構じっくりこれを読ませていただいたんですが、なんかまあ、もちろんちょっと苦難があったりとかもあるんですよ。で、ちょっとうわもうやめてくれって見ていられないみたいな悲しくもなるんですけど、はいはいはい、でもなんか攻めの、まあ、信虎くんがいるからなんか大丈夫な気がしたりしてっていう、すごい救いを求めながら私も読んでたし、はいはい、登場人物たちももしかしたらそんな気持ちで物語生きてたんじゃないかななんて思っ
ってもう読後感とかもすごく良かったです。そうですね、確かに世界に入り込んで読めるのがすごい魅力の作品かと思いますので、はい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 、ぜひまだお手に取られてない方は読んでみてはいかがでしょうか。はい、続いてご紹介するのはこちらです。はい、ナイツビフォーナイトです。はい、こちらは、モッツで登場するあのデリヘルのオーナーさんの過去の、ね、恋愛だったり過去から現在につながってくる恋愛のお話をちょっと描いてるスピンオフに当たるかなという作品なんですけれども、このモッツ読んでて、はい、気になるって思ってたところがまさに、はい、まさにそこだったんですよ。はい、そう、何かありそうだったオーナーの過去がもうこれでどんどん明らかになるんですけれども、いやちょっと出てくるキャラクターが、まあ、そもそも気になってた方々だったっていうのもあって、うんうん、いやこんな過去がっていうのもあったし、なんか見覚えのないあのモッツの方にはしっかり出てこなかったキャラクターもいたりして、はいはいはい、そうですね、おやおやって感じにもなるんですよいやこれもそのオーナーの過去がもう切なくて、なんか今のそのオーナーの、ね、姿を見て、あ、やっぱそうなっちゃうよねっていう、なんか、うん、こうなんか孤独を抱えたオーナーをやっぱり救済が、もうここに書いてある通りに救済がね、すごい良かった。なんか答え合わせしてるような感覚で読ませていただいたんですけども、過去編ということもあって、なんかまあシロ君のモッツの方ではシロ君のすごい壮絶な過去とかを読んでたりして、いやでもさらに他にもこんな過去がっていう驚きが止まらないというか、この世界観の深みにどんどん落ちていってしまって、読者としてもちょっと2冊セットで読むとよりなんですよね。そうなんですよ、本当まるっと読んで、でもやっぱ最後ちょっとあったかい気持ちになれるというか、もう光がねなんか入ってきたなっていう風に思えて、あの なんですかあの、はあ、やっとモッツの世界をなんかこう堪能しきれたなって思える、あ、めちゃくちゃわかります作品になっておりますので、はいはい、ぜひモッツと合わせて一気に読まれることをおすすめします。続いてご紹介するのはこちらです。バイマイサイドです。はい、こちら結構なんか雰囲気がまたガラッと、うんうん、そうですね、これまで紹介してきた作品とは変わったような表紙なんですが、やはり夏目先生作品の色が濃く出ていて、はいはいはい、すごく好きで、これあの登場人物の名前が攻めの方が左京さんで受けの方が宇山さん、あ、左と右が入ってるのですごく分かりやすい、確かあのお名前の通り受けが 右っていうか宇山くんなので、でこの攻めの方が料理人 で、うん、で受けの方がお花屋さんで、まあ、それぞれ普通に社会人として働いてて、でもなんか昔からの知り合いというか腐れ縁みたいな言い方されてたかな、この2人がこうずっと腐れ縁みたいな感じで関係がこう続いていてなんですけど、受けの宇山くんの方がずっとこの攻めの左京さんのことが好きっていう気持ちがあって、はいはいはい、だけど左京さん全然それに気づいてなくてっていう、その期間がまあ結構そこそこな期間あって、だけどその気持ちに気づいてからというか思いをまあ通じ合わせるというか、まあ伝え合う、しっかり伝えてるわけではないんですけど、なんとなくこう分かってからがまあよりまた深い話になっていくというか、なんか設定としてはそこまでまあ珍しいものではないとは思うんですけど、でもなんか違うんですよね。このありそうな、そこにありそうな設定だし世界観だなとも思うし、そこに親しみを覚えてすごい読みやすいなとも思うんですけど、だけどこの友情なの、はい、恋なのみたいな、はいはいはい、そこがすごく丁寧に描かれていて、まあ、昔からその攻めのことが好きだった受けの気持ちもですし、うん、でその受けの気持ちを知った攻め側のなんか心情もですし、うん、2人ともめちゃくちゃ不器用なので、うん、その不器用さがこう丁寧に見えることによって、より作品がなんかすごい繊細に伝わってきて、読んでる側に、はい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 、その感じがまた今まで紹介してきた作品とは違って、私はこれかなり好きで、あの読み返したい、何回も読みたいってすごく思うような、はいはいはい、なんか宝物にしたい系の BL でした。まさに最後にご紹介するのはこちらです。はい、新刊のヒズリトルアンバー上下巻ですね。はい、素敵、はい、ほやほやですよ読み立てほやほや。そうなんです、こちらはね、ちょっと設定が面白くって、受けの子が人間と思
いきや、ヒョウなんですよね。なんかヒョウの姿にもなれる しました、人間にも化けられるみたいな、自分自身もなんか正体が分かっていない謎の男の子なんですけど、とあのちょっとヤクザ裏稼業で仕事をしているあの攻めの源氏さんと、あのこのヒョウの男の子の小四郎くんの話になってるんですけれども、で世界観としてはあのモッツシリーズとちょっとつながってはいるんですが、もう全然独立した作品として楽しめるものとなっておりまして、本当にちょっとびっくりしました。設定も驚きましたし、いやなんかキャラクターすごい可愛かったですね。ちょっとそうなんですよ、可愛いキャラクターっていうのがまたなんか少し珍しい感じもして、そうですね、あとめちゃめちゃけなげな年下受けのこの幸四郎くんがさすがに中身も外身も全部可愛すぎて、そうなんですよ、幸四郎くんがその源氏に向けるなんか愛情っていうのがなんか一方だいぶ一方通行で、途中までそれがすごいちょっとこううって切ないなって思ったりもするんですけど、なんか源氏は源氏で幸四郎くんのことめちゃめちゃ大事にしてるっていうので、はい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 、大事にしてるがゆえのみたいななんか葛藤もあったりとかで、もちろんその恋愛的な愛情も楽しめるんですけど、そうこう家族の、あの親愛だったりとか、なんかこうもう胸が温まるような結構なんか思い合う絆だったりとかっていうのをすごく楽しめて、なんか読んだ後本当にちょっと私は泣いてしまいました。あ、もうあったかい気持ちになってというか、そうです、よかったねって、2人ともよかったねってすごいなれる、なんか読んだ後に幸せになれる作品でした。あ、いやなんかこの2人の関係性とか絆とかっていうのが上下感あるので、はいはい、あのまあ、長さも結構楽しめるんですよ本当に、一気に発売していただいて本当ありがたい限りなんですが、はい、あの結構上巻の終わり際で、あの下巻続きどうなるのって気になるような展開もありつつ、でもなんか上巻ですでにあのもう2人の未来なんとなく見えてきた気がするなっていう、ちょっと安心感もあったりして、でまた下巻で変わっていったりもしてっていう、なんかすごい心読んでる側の起伏ももちろん心の動きもあるんですけど、なんか作品の中で その長さがあるからこそ結構動かしてくれてというか、それも楽しめる理由になったのかなと思っていて、まあ、結局キャラのことがもう好きになっちゃってたんで、読者としては好きなんですよ本当に、なんか愛してしまいますね、2人のことをとっても愛しい2人の、ね、なんかその夏目先生の描くキャラクターは結構読んでるうちに感情移入をキャラクターにするっていうよりも、なんかキャラクター自体のことがすごい好きで好きで愛おしくなっちゃうってことがすごく多くて、で今回の新刊ももうなんかまさにそうというか、まあ、より特に思いましたので、もう今この読んだ後ずっとこれを引きずっているっていう状態です、はい、今ぜひぜひあの、はい、まだ書店に行ってね、あの並んでるかなと思いますので、はいはい、あのこの機会にお手に取ってみてください。はい、ということで今回は夏目一輝先生の新刊発売記念ということで、過去の作品もざらっと、振り返っていきました、はい、いや本当に、ま、先生の作品がね、もともと本当に好きなものも多くて、はいはい、で新刊もとても非常に良すぎて、はい、良すぎてもうこの動画でちょっとぜひ皆さんと感想を共有したいなと思ったんですが、はい、いややっぱりなんか新刊も結構久しぶりっていうこともあって、そうですね、待ちに待っていたので、はい、強かったんですね。いやしかもこの私のなんだろう、なんかこう楽しみだった気持ちの もうなんか付き合うって感じ、もうなんかもう ありがとうございます。いや本当に感謝、はい、感謝しかないです。いすごかった、はい、ぜひ過去作もね、そうですね、はい、お読みいただければなと思います、はい、今回紹介しました作品の、チルチル内の作品詳細ページのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでいただいて他の作品も合わせて見てみてください。それではバイチル。